今年のオリックスですけど、6連敗があったりとか、32試合連続で4得点以下のゲームが続いたりとか、吉野部に続いてチーム2位の勝利数が吉久であったりとか、大量にコロナの感染によって主力が離脱したのが2回起こったりとか、それも同じ月でですかね、いろいろ散々なことが起こりましたけれども、なんとか今オリックス借金2で済んでおります。素晴らしい。これは本当に素晴らしいです。他のチームだったらね、本当に最下位、本当に勝率すごい低いとかね、セリーグの一時の阪神のような形になっててもおかしくなかったですから、これ2回もね、主力がこう離脱、大量で離脱をしているにもかかわらず借金2ですよ。そしてなんと A クラス単独3位でございます。これはね、本当に、サトシ中島、そしてオリックスのこうチーム力がぐっとこう上がった証拠かなと思っております。やっぱね、吉久とかビドリとか、この勝ちパターンの投手に3勝とかですね、2勝とかめちゃめちゃついてたわけですね。で、オリックス一番こう強みの先発陣に勝利がなかなかつかなかったということで、ちょっとね、本当に先発陣がかわいそうだなというような声がすごくあったんですが、ついにですね、5月に入りまして、今5月の23日なんですが、先発陣の勝利数が中継ぎを抜きました。素晴らしい。やっとですよ、これ。本当にね、5月は6試合してですね、もう5試合先発に勝ちがついてるということで、これ5月はって言いましたけども、5月全部じゃなくて、ここ最近の試合ですね。直近の6試合だともうほんと5試合に先発に勝ちがついているというような状況になっております。で、例えば5月の21日、早川投手と楽天戦でね、対じましたけども、まあなんかね、本当に最初の勢いとか見てたら、ほんと完封するんちゃうかっていうぐらい出来栄えが良かった、調子が良かった早川投手でした。でね、その早川投手からね、ガンガン点取って、試合終わりに、早川投手もね、何が悪かったのか分からんって言ってたんで、これかなり相当なこうダメージを受けてるんじゃないかなと思いますので、やっぱりオリックス素晴らしい、ありがとうございます。はい。でね、やっぱり正隆がいないという状況にですね、まあ、去年ぐらいから、まあ、若干こう慣れつつあると、ね、そんなにこう去年はすごいダメージありましたけども、まあ、2回ね、離脱をして、なんとか優勝したという実績もありますから、まあ、いないということでもね、頑張ってやっていこうというこうメンタルというかね、前向きな姿勢っていうのもファンもついてきたんじゃないでしょうか。はい。それでもですね、借金、2でございます。これはもうすごいエグい。エグいですね。はい。で、正隆が離脱してから10試合ありましたけども、7勝3敗でございます。はい。それまでは0勝7敗でしたから、それはやっぱりね、5月に、直近でこう勝ってる試合で6試合中、まあ、5試合先発に勝ちがついてると言いましたけども、これはやっぱ勝ちますよ、こんだけ。はい。で、勝つ試合もですね、ビドルとか吉久とか使って1対0とかね、本当にこう、背筋がピンと伸びるというか、こう、本当にこう、息苦しい試合展開ではなくて、割とね、こう、点差が空いて、まあ、勝ちパターンをこう、使わずに抑えることができてるっていうのもすごくいいですよね。なので、このあたりはですね、まあ、昨日の動画、昨日じゃなくて前回の動画ですかね、前々回の動画かな、で、紹介をしましたけども、まあ、リリーフ陣ね、枚数が揃ってるということなので、まあ、勝ちパターン、本田投手だったりとか、吉久ビドル、このあたりも使わずに、しっかりとこう温存、体調管理、ケアをしながら、他のリリーフでも、まあ、試合を落とすことなくですね、ゲーム差をこう縮めることができてると、本当に素晴らしいなと思います。加えて、ようやくですね、こう左右の大砲が、出てきたということで、左で言うと、まあ、マッカーシーですけども、右で言うとラオウですね。このあたりもやっぱりでかいんじゃないですか、ね、やっぱヒンダヒンダとヒンダと言われてました、4点以上取られたら本当に負けてしまうというような試合が続いていましたので、このあたりですね、対抗の復活本当に、待ってましたというような感じでございます。そしてですね、まあ、最近のこうパリーグの状況とか見ていると、最初はね、本当投高打低というか、打率がもう本当になんかね、3割いかん人が打率ランキング上位に行ってしまうんじゃないかみたいな、時期もありました。防御率も1点台とか0点台とかがね、ピッチャーの、まあ、成績、で言うとね、ランキングで言うと、こう上から順に見ていくとそんな感じもありましたけども、やっぱね、ここに来て、その投高打低も崩れかけてるというか、限界が来てしまっていますよね。他のチームでも、千賀投手が打たれたりとかしてます。佐々木朗希投手が打たれたりとかしてますよね。はい。そんな中、オリックス先発陣に価値がついております。これはやっぱりね、オリックスの先発がよりこう、他の球団より強いもの、素晴らしい、先発陣が揃っているということなのかなというふうに思いますので、改めて素晴らしい、おめでとうございます。はい、ということで、はいね、そういった形でオリックス、シーズンも今のところ順調に復活しております。で、去年はね、3番に正隆、4番ラオウでしたけども、ね、ラオウが不調、正隆が離脱ということで、今年は3番に大城、4番ケイタというような布陣になってます。
まあね、正隆ら王に比べるとね、やっぱりタイトルホルダー、球界ナンバーワンの打者ということでね、ちょっとね、まあ、劣ってしまうというか、ね、こう比較してしまうとね、ちょっとこう、劣ってしまうような印象があるんですが、去年はですね、一方で、例えば能見さんをね、抑えにしたりとか、そういうことがあったわけですよ。日帰りでね、抑えやったりとか、吉井さんがいない時どうしようどうしようみたいなことがあったわけなので、まあ、あんまりね、去年とはさほど状況は変わらないのかなと思います。で、それだけではなくて、ね、2回こう、大量のね、周平とか、ラオウもそうでしたし、マサタカもそうですし、伏見選手とかもそうです。宗選手とかもそうですね。2回こう主力が、複数名ですね、一気にこう離脱してしまうというようなことを経験しましたけど、その間に、大城選手を3番に、ケイタ選手を4番に、頓宮選手を正捕手にみたいな形でね、据えることができました。要はこう、サブではないんですけど、主力たちをこうサポートするような、アシストするような、戦力っていうのもどん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 こう、ね、戦力ができているので、これによってですね、チーム力がぐっと上がってきたのかなと思います。まあ一時なんて本当マサタカとかそれこそね、やめちゃいましたけども去年とかね、ロメロとかがまあいなくなった瞬間にまあシーズン終了みたいな時期じゃないですか。でロメロなんてねもうスペッチ体質で、復帰したけどまあ怪我してしまってでマサタカ一人で、4番に誰もいなくてとか次の打者に誰もいなくて敬遠されてチャンスで凡退して負けてしまうみたいなね、試合が続いていたんですけど、チーム力がねこれでぐっと上がってきてますから、俺はね本当にオリックスすごい強くなったんじゃないかなと改めてね去年以上に思います。でとはいえ、ね、直前まですごい地獄だったのは地獄だったんですけどね、まあ、どうなるかわからないのが野球ということでね、非常にこう見応えがある試合が最近も続いております。で、まあ、大城選手ね、中川圭太選手も非常に今好調でございますね。特集した動画も何回か最近は上げておりますけども、キャンプとかオープン戦とかでね、後藤俊太選手がすごく調子が良かったじゃないですか。まあ、覚醒したんじゃないかみたいな話もありましたけど、そこに来てですね、ここ最近はあんまりこうね急降下というかちょっとこう不調が続いているということで、まあ、大城選手も啓太選手もそんなに続かないんじゃないかみたいな話もありますけども、まあこのあたりねどうなっていくんでしょうかということでございます。まあね、続かなかったとしても去年はねこの二人が台頭するというかこういった活躍が見れなかったので、それだけでもね去年以上にチーム力上がっているんじゃないかなと思います。はい、実際にもう首位楽天に、スイープでございます。はい、もうそんなね、11連勝でしたっけ、球団初のね楽天さんやってましたけども、楽天にね、アウェーで、スイープですよ。これも本当素晴らしいです。そんな中、火曜日から去年優勝しました交流戦にオリックス突入するということですから、これはねもう揃ってきてるとだんだんね。はい、でまあメンツで見てもね、福宗もいますし、大城選手、慶太選手が3番4番、そしてラオマッカーシーの左右の大砲に加えてルーキーの野口選手、絶好調の伏見選手に加えて吉信、宮城、山岡、幸也、田島といったね強力な先発陣います。竹安投手もいますよ。で代打にはね西野選手が、控えてます。 T さんももしかしたら復帰するかもしれないですし、頓宮選手も去年よりですねどん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 成長していって、正捕手打てる捕手としてはもう活躍をしてますから、もう反撃体制整いまくってますよね。これは皆さんオリックスもしかしたらね、僕言ってしまいました、リミッター超えたんじゃないかと、ちょっと優勝厳しいんじゃないかと言いましたけども、これねもしかしたらあるかもしれないですよ。なのでね、今年も交流戦優勝できるように精一杯ね見ていこうかなと思います。はい、でここにですねやっぱり、オリックスだけではなくて NPB の顔でございます、まさたかの復帰がねもう来たらもう鬼に金棒ということで、鬼に金棒ですか本当にね、そんなこと言ってる場合じゃないですけども振るんじゃないかということでございます。でなんか人によってね最短無理なのかなとか僕もちょっと思ったりしますけども、最短だとね10日とかですか、わかんないですけどね、無理であれば交流戦明けとかですかね、あるいは交流戦の最後のまあ、カードとかね、本拠地で、試合が何試合かあると思うんでね、そのあたりでこう復帰しても、いいのかなとは、まあ、ゆっくり時間をかけるならねそのあたりでもいいのかなとは思いますけども、まあ、大体2週間ぐらいかもしれないですね。はい、なので、この反撃体制整った中、まさたかが復帰したらもうどえらいことになってまうんじゃないかという、話ですね。本日の動画は終了させていただこうかなと思います。はい、今日はですね、オリックスの逆襲がまあ始まるんじゃないかというテーマでございました。そして、もう一つ、まさたかの復帰をいつなんだというテーマでお話をしました。今日はですね、ご紹介した選手、まさたかはもちろんなんですけども、ラオウであったりとか、大城選手、ケータ、あるいは、ドングー選手、マッカーシー、いろいろね、選手ご紹介しました。野口選手、伏見選手、西野選手、福宗、このあたりもね、触れました。後藤選手にも触れましたね。ぜひですね、このあたり、今日名前を出させていただいた選手についてもね、思うことあると思うので、コメント欄の方で教えていただけたらと思います。ということで、最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。